はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、松本人志さんがですね、大体100日ぶりくらいかな、にですね、X を再開させたわけなんですよね。で、そこでですね、ファンの人たちがすごく歓喜しています。で、なんだったらですね、芸人さんの中でもですね、喜んだ人が松本さんに絡みに行ったりとかしてるわけなんですね。まあ、しかしながらなんですけども、あの行動でですね、一個だけどうしても気になることがあるわけなんですよね。まあ、今回はそれは何なのかとかですね、それに対するですね、僕の考えだったりとか、松本さんからの狙いだったりとかですね、でもっと言うと、実は松本さんはこの戦法をですね、このね、文春騒動の中で数ヶ月前にもですね、一回やってるわけなんですよね。はい。実はですね、この戦法を取るのが松本さんって2回目なんですよ。まあ、それについても話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、今回ですね、松本さんが帰ってきたっていう感じですね、すごく喜んで、まあ、ファンの人たちの気持ちがね、カッ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 とね、こう熱くなってるのがですね、こう X を通してもね、なんかすごくわかるわけなんですけども、そこに対してですね、実はね、冷静な人はある一つの疑問にね、気づいてるわけなんですね。それは何かというとですね、実際松本さんって現段階では何一つ具体的な説明はしたいにもかかわらず、ファンをこういうふうに焚きつけることだけはするよね、ということなんですよ。はい。ということなんですね。これどういうことか話していきます。まあ、そもそもなんですけども、皆さんですね、文春さんっていうのは今までですね、どれくらいですかね、全部でまあね、何万字、いや、下手したら何十万字くらいか。はい。何十万字にもわたってですね、文春さんっていうのは自分たちの主張をしてきました。主張ですね。はい。こういう取材をしていて、この取材をした人はこういうことを言っています。そして私たちはこういうスタンスでこういうことを考えています、みたいな感じですね。とにかくですね、ひたすらですね、説明を続けてきたわけなんですよね。まあ、それこそ文春さんで何号にもわたってですね、まあ、いろいろ報じてきたんですけども、それも言ってみたら説明なわけですよ。はい。私たちはこういう取材をしてきました。この人はこう言ってます。そして私たちはこう考えていますよ、みたいな感じでひたすらですね、説明を重ねてきたわけなんですよね。で、それに対するとですね、皆さん冷静に考えるとわかるんですけども、松本さんって何一つ説明してないんですよ。説明してない。はい。ひたすらですね、事実無根だっていうふうに言ってるだけなんですよ。はい。まあ、つまり、事実無根って言ってもですね、いろんな事実無根があるわけですよね。まあ、例えばなんですけども、その A 子さんと一緒に性行為をしたけども、自分は同意があると思っていた。で、じゃあなんで同意があると思ったのかだったりとかですね。はい。実際に、じゃあその部屋の中で何があったのかだったりとかですね。はい。他にもですよ、他にも、その A 子さん以外にもたくさんの方々がですね、いわゆるそのホテルでそういう飲み会が繰り返されてたって言ってますけども、それに対してもしも否定的なね、何か思いがあるとするんであれば、それに対する思いだったりとか、何かしら言いようはあるわけなんですよね。しかしながら松本さんって今のところほぼほぼ何も説明しないわけなんですよ。だからこれがですね、皆さんね、すごい対極な関係にあるわけなんですよね。もう一回言いますよ。文春さんっていうのは今まで何十万字もの文字を使ってですね、とにかく説明を尽くしてきたわけなんですよね。それに対して松本さんはとにかくほぼほぼ何も言ってなくて、ただ一言、事実無根ですくらいしか言ってないわけなんですよ。で、そうなってくるとですよ、皆さん、そうなってくると、これね、そもそもの話になっちゃうんですけども、松本さんのことを信じるとか信じないとか、そういう話でももうなくなっちゃうわけなんですね。というのは何かというですよ。何かというと、例えばこれ例えるとするんであれば、あなたが会社で働いていて、あなたのね、部下で A 君、B 君っていう2人がいますと。で、このどうやら A 君、B 君が仕事上でですね、すごいぶつかったらしくて、今めちゃくちゃ揉めに揉めちゃってるらしいと。で、上司であるあなたはですね、A 君、B 君の間に入って、この問題を解決しなさいよというふうに言われたとしました。はい。で、その場合、じゃああなたがまず何をすべきかって話なんですけども、これはですね、やはり1にも2にも何かっていうと、両方の話をちゃんと聞くっていうことなんですよね。はい。まあ、もちろん同時に聞いたらまずいから、A 君と B 君を隔離して、まずは A 君からでもいいから、一体ですね、何があったのか、ね、A 君目線では一体どんなことがあったのか、そして A 君はどう思ったのか、そして今はどう思ってるのか、B 君に対して何を思ってるのか、今から何がしたいのか、どういうふうに B 君との関係をこうどうしていきたいのか、そのためにはどうしていきたいと思ってるのかとかですね、まあ、とにかくですね、まずは話を聞くっていう、これがすごい大事なわけなんですよね。やっぱり問題を解決するためにはそれが大事なんですよ。で、例えばそれで A 君が今思ってる話とかで、ね、考えてることを全部話してくれたとしましょう。ね、とにかく全部一回話し尽くしてくれたと。はい。で、そうすると何が起きるかっていうと、あなたの中でですね、その A 君を支持するのか、支持しないのか、もしくは信じるのか、信じないのかとかですね、そういうですね、選択する余地が生まれるんですよ。そう。選択する余地が生まれる。そう。まずはですね、そういうふうに話をちゃんと聞かないと、それを信じるとか信じないみたいな、その選択肢すらまず出てこないわけなんですよね。まずはきちんと全部説明してもらうことによって、わかりました。じゃあ、それを信じますとか。いや、それは信じれません。あ、ここは信じるけど、ここは信じないみたいな感じで、そういうふうに自分の意見が生まれてくるわけなんですよね。で、対して、じゃあ、あなたが今度は B 君にですね、話を聞きに行ったとしましょう。したら B 君はですね、ひたすらですね、なんか、無然とした表情で、ね、いや、僕は何も悪くないです。悪いのは A です。はい。僕は悪くないです。
みたいな感じで、もうそれくらいのことをずっと繰り返すだけだったとしましょう。はい。つまり何も説明してくれないんですよね。とにかく B 君は俺は悪くない、 A 君が悪いんだっていうふうにひたすら言い続けるだけなんですよ。で、この場合だとですね、皆さんね、B 君のことって、その、信じるとか信じないっていうですね、選択をする余地がないんですよ。余地がない。はい。なぜならば説明してくれてないから。はい。情報をまずはきちんと言ってもらわないと、それを信じるも信じないもないわけじゃないですか。選択できないんですよね。何も話してくれてないと同時の一緒だからっていう話なんですよ。はい。で、そんな、じゃあ A 君、B 君がいて、じゃああなたはどっちを信じますか、上司としてどっちを信じるべきなんですかってなっちゃうと、それはやっぱり A 君の方を信じがちですよね。だって A 君は自分なりに言葉を尽くしてちゃんと説明してくれたわけですよ。で、対して B 君は、無然とした表情でね、とにかく俺は違うんだ、あいつが悪いんだ、俺は悪くないんだっていう風に言い続けるだけで何一つ説明をしてくれないわけなんですよ。どっちの方が信頼できますか、信用する余地がありますか、余地ですよ、信用するという選択をする余地がどっちにありますかって言ったら、それは A 君でしょっていう話なわけですよ。はい、ですよね。うん、それと同じことかと思うんですよね。その松本さんって結局何にも説明しないんですよね。何にも説明しない。はい。実際に A 子さんと当日どんなことがあったのかだったりとか、もしくはいろんなね、こういうふうにね、そのホテル飲み会が報じられてるけど、実際はどういう飲み会を普段しているのかだったりとかですね。はい。他にもじゃあ A 子さん以外にもたくさんの人たちが告発してるじゃないですか。その内容についてもですよ、何かしらの自分の意見だったりとか。はい。そういうこととか何も言ってくれないんですよね。まあそれこそ例えばなんですけども、自分はこういう思いで同意が取れてると思ったからしたんだけども、それはどうやら違ったみたいですねとかね。まあとにかく何でもいいんですよ。何でもいいから、とにかく、そのね、今の自分の思いだったりとか、松本さんの目から見た真実ですね。はい。松本さんの目線で見た真実を具体的に言うべきだと僕は思うんですよね。そうしないと世間も信じるとか信じないっていう余地がまず生まれないわけなんですよ。はい。まあ、でもですよ、皆さん。でも考えてほしいのが、皆さんね、松本さんのことを信じてる人って世の中にいっぱいいるじゃないかって思うじゃないですか。ね。信じるも信じないも、そんな余地もないと何も情報を発信しないんだから。ね。にもかかわらず、じゃあなんで松本さんのことをこんなに信じる人がいるのかっていうと、それは答えは一つでして、松本さんのことがみんな好きだからなんですよ、また。みんな好きだから。はい。そう。このようにですね、何にも説明をしなかったとしても、相手のことが好きだったりとかすると、それでも信じれちゃったりするわけなんですよね。これまた皆さんですね、一個例え話をするんであればですよ。例えば皆さんに、例えば会社のただの同僚だったりとか、近所にただ住む人とか、まあそれくらいのね、まあ普通くらいの関係の人いるじゃないですか。そのくらいの普通程度の関係の人が、あなたの家にやってきてですよ、お願いしますと、お金を貸してくださいっていうふうにお願いしてきたとしますよね。で、そうなると皆さんまずどうするかっていうと、なんでお金が必要なんですかって聞きますよね。当たり前ですけど。うん。で、じゃあその相手がですよ、全部話したとしましょう。実はこうこうこう揺りで、こうこうこんな感じで、こうこうこんな感じで、お金がこれだけの金額足りないんです。で、ここまでにこれだけのお金 を用意しないといけないので、ちょっと貸していただきたいんですと。ね、返す場合は、こうこうこうで、こんな感じの返済計画で、こうこうこうで、こんな感じで返してきますよ、みたいな感じで、全部ちゃんとね、そのお金のことだったりとか、全部説明してくれたとしましょう。はい。でも、そこまで説明してきて、初めて貸すか貸さないかっていう選択肢が出るわけですよね。もちろん説明を聞いた上で、いや、でもやっぱり貸せませんっていうのもいいし、その説明を全部聞いて、あ、分かりました、じゃあ信用できるんで貸しますって言ってもいいし、まあ、それは自由なわけですよ。でも何にせよですよ、何にせよお金をですね貸してほしかったとするんであれば、まずはきちんと全部言うことが大事ですよね。全部言わないと相手に貸すか貸さないかの選択肢がまず第一に生まれないわけなんですよ。はい。で、次にですよ、別の人がやってきてね、何も言わないと、はい、要はあなたに対してですよ、まあ、さっきの人とは別の人がやってきて、あなたに対してですよ、はい、頼むとね、何も言わずに俺にこれだけの金額を貸してくれ、何も言えないんだ。何も言えないんだけども、多分俺のことを信頼して、それだけの金額を貸してくれっていう風に言ってきたとします。はい。この場合どうですか？さっきと比べて何にも説明しないんですよね。何にも説明しない。うん。で、あなたがですよ、それいくらをどのタイミングでどれくらい返してくれるのとかですね、そういうことを聞いても、いや、それも何もかも言えないんだと。ね。とにかく何も言えないんだけど、俺のことを信頼してくれ。俺のことを信頼して、これだけの金額を貸してくれ。頼むっていう風にお願いしてきたとしましょう。で、そうなってくるとですね、そんな人を信じる信じないっていう話でもないじゃないですか。だって何にも話してくれないわけだから、ね。その人に普通に考えてですよ、その人に対しての信頼関係もクソもないじゃないですか。ね。なんですけども、そんなですよ、俺のことを信じてくれ、頼む、貸してくれっていう風に言ってくる人に対して、お金を貸しちゃうパターンって中にはあるわけなんですよ。それ何かっていうと、例えばなんですけども、相手が小学校時代からの親友で、今でもずっとつながりのある友達とかだったらどうです、皆さん。ね。そういう場合だったら、場合によってはもしかしたらね、その何も言わず、頼む、俺にこれだけの金額を貸してくれって言って、分かった、貸すよっていう人も世の中にはいそうじゃないですかって話なんですよ。はい。そう、つまり、
その相手がそのね、さっき見たように何十年来の親友だったりとかね、もしくはどうしようもなく好きな恋人だったりとか、その自分がですね、相手に対してものすごい愛情といいますか、思いがあるパターンの時だけ、相手が何も説明しないけど貸してくれって言われた時に貸す可能性が出てくるわけなんですよね。はい。だからこれがまさにその松本さんと擁護派の関係性なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。つまりその松本さんのことを好きで好きでしょうがない。もう本当にね、もう好きすぎてですよ。もう本当にね、言ってみたら、もう宗教のさ、なんかね、言ってみたらトップとさ、ね、そのね、そこに入ってるやつみたいな、まあ、それくらいの関係性くらいですね、松本さんのことを盲信してしまってるわけなんですよね。だからこそ、松本さんが何一つね、説明せずにですよ、何一つ具体的なことを説明しないんですけども、とにかくね、すべてはですね、ね、事実無根だっていう、ただ一言、その一言しか言ってないにもかかわらず、そうだ、松本さんの言うことは正しいんだ、信じるんだっていうのはまさにそういうことなわけなんですよね。うん。何の説明もしたにもかかわらず、それだけですね、信じるということは、ある種それくらい松本さんのことを盲信してるわけなんですよ。好きで好きでしょうがないんですよ。だからこそね、だからこそ何もね、説明しなくても信じれるんですよ。逆に言うとですよ、松本さん擁護の人は別に好きでも嫌いでもないくらいのタレントの人がですよ、はい、何にも説明しないにもかかわらず信じてくれって言われたら、いやいや、あんたのこと信じれるわけないじゃんの一言で終わっちゃうわけなんですよね。うん、そうだからですよ。だからそれがですね、松本さんの現在の一番の問題点なんじゃないかなと思うんですよね。松本さんはもう何度も言いますけど、何一つまだ説明してないわけなんですよね。説明してないにもかかわらず、とにかく自分のことを信じてくれの一点張りで、世間が信じるわけないじゃないですか。それを信じるのは松本さんのことを好きで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 しょうがない人たちだけなんだよっていうね、話なわけなんですよね。はい。で、そうなってくるんですよ。そうなってくると、うん、松本さんがね、今回のね、いわゆるそのね、ファンを焚きつけるようなある種、この X 復活してね、ファンの人たちはめちゃくちゃ喜んで、やったー、まっちゃん戻ってきてって言ってるかもしんないけど、冷静になって考えてほしいんですよ。冷静になって考えてほしいんですけど、松本さんはまだ何も説明しないんですよって話なんですよね。それこそ僕は別に記者会見を開けてっていう風にも思わないんですよ。別に記者会見開きたくなくても、例えば YouTube とかの動画で松本さんが一方的に何か動画を投稿する形で自分の思いを全部説明するだったりとか、それこそ今回ね、 X を復活させて X でいろいろ文章を書くんだったら X で書いてもいいと思うんですよね。 X でどんなに長文でもいいから投稿して、一切ね、当日あの時何があったのか、そして今の思いとは何なのかとかをですね、きちんと全部文章に投稿するとか、まあ、何かしらすればいいと思うんですよね。で、そういうことも一切せずに X だけ復活するということで、なんかファンが焚きつけられてですよ、それで喜んでる姿って、それってどうなんだろうなって僕思っちゃうんですよ。で、皆さんですね、実はそれと全く同じことがですね、過去にあったんですよね。それ何かっていうと、松本さんがですね、文春さんを提訴した時ですね、皆さんこれ覚えてますかね。うん、ね、あの時何が起きたかっていうとですよ、松本さんはですね、今までですね、SNS 上ではですよ、とうとう出たねとかですね、はい、あとは、あとはワイドナショー出ますとか、やっぱり出るのやめますみたいなですね、そういう端的なですね、文章だけ投稿して、そのためにですね、それが全部裏面に出て炎上に次ぐ炎上を重ねていたわけなんですよね。まあ、ぶっちゃけ文章が全然練られてない感じでした。多分ですけど、松本さんはその場でパッと思ったことをパッと誰にも許可取らずに書いたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ、しかしながらなんですけど、松本さんが初めてですね、おそらくちゃんとですね、いろんな大人たちと考えたんだろうなっていう文章を投稿した時があるんですよね。それが何かっていうと、その裁判を起こす時です。その時にですね、何を書いたかっていうと、自分は一日も早くお笑いがやりたいだったりはですね、自分がしたね、発言とか思いはですよ、全部ですね、世の中にですよ、届かなかったとかですね。まあ、そんな感じのことをいろいろ書いたわけですよ。はい。要は理不尽に自分の主張がね、ねじ曲げられたとかですね、主張が届かなかったとか、そんな感じのことをいろいろ書いたわけですよね。で、それを見てですね、ファンの人たちはですね、まっちゃん早く帰ってきて、まっちゃんやっぱりお笑いがやりたいんだ、俺たちもまっちゃんのお笑いが見たいよ、みたいな感じで、ファンの気持ちがすごいその焚き付けられたんですよね。カッカカッカカッ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 カなって言ってたわけですよ。あれは僕間違いなくそうだと思うんですよね。うん。まあ、でもですよ、でもなんですけど、あの時もそうなんですけど、結局まだその時も何も説明してなかったんですよ。はい。つまり、その自分の主張は理不尽にねじ曲げられた、みたいなね、そんなこと言ってますけども、松本さんって何も主張してないんですよ。はい。何にもまだ主張したにもかかわらず、あのタイミングで自分の主張はね、理不尽にねじ曲げられて、どうこうこうで、ああでこうでとか急に言い出して。はい。で、その、まあ、いわゆるファンの人を焚きつけるような文章ではあるわけですよ。ね。矛盾はしてるけど。矛盾はしてるんですけど、ファンの人を焚きつけるような、そういうファンの心をつかみそうな文章なんですよね。で、それを見たファンの人たちがですね、まっちゃん頑張ってくれっていうふうにまた焚きつけられて、カーッとこう燃えていったっていう感じなんですよね。だからあの時と今全く同じことをしてるわけなんですよ。つまり、もう一回言いますけども、実際には具体的なことを何一つ説明したにもかかわらず、なんか聞こえのいい言葉でファンの気持ちを焚きつけてですよ、それによってなんか自分を応援してもらおうという感覚を作ってるっていう環境をですね、作ってるっていうところが、なんか僕としてはすごい違和感持つなっていうふうに思うんですよね。うん、
そう。ファンを焚きつけるのはいいけど、ね、まず第一に言いたいのは、ね、ちゃんとやっぱり説明を尽くすべきなんですよ。説明をしないと、信じるとか信じないとか、そういう土俵にすらある種上がれてないわけなんですよね。だからこそ、今回のね、松本さんのこういうふうにファンをどれだけ焚きつけたとしても、結局騒いでるのはファンだけであって、割とですね、大多数の世の中の一般的な世間の人っていうのは、今回のことをですね、割としらーっとした目でね、僕は見てるんじゃないかなと思うんですよ。それはなんでかっていうと、ね、なんでかっていうと、まだ何も説明してもらってないから。はい。まだ何も説明してもらってないから、なんですよ。はい。だから、みんな、しらーっとしてるんじゃないのかな、その辺は冷静にっていうふうに僕としては思ったというお話です。というわけですね、今回はこの辺で終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。どうもありがとうございました。